瀬戸の加藤幸九郎さんが説明で、あの監督でこれを監修したんです。それで瀬戸の人たちはこれ作られなんだんですよ。一応は瀬戸では、まあ、環境循環負けがない瞬間こんな感じで作られなかって、幸九郎さんがこう話して、それでここを見てこのような公表して防衛できた。それで幸九郎さんの指導で結局、徳郎さんの釜なんですよ。何年間ぐらい作る56年かな、昭和、監修させたので。何年間ぐらい使われたかと。何年、2、3年前までは、2年かな、前までこう使ったんです。作ったんですけど、釜の変形がもう、しないで、いつなんでこう崩れが分からんってことなんで、熱と、一応1300度まで上げますけど、ずっとね。だからちょっと変形してまいります。変形すると直すとやっぱり一生間違うことがあるんです。でも彼があんまり元からこのある屋根はあったんですか。これはこれ作って、これこれね、煙突がないんですよ。これでだから結構って作ったんです。煙突がないんで、これ一番上が狭くって、蜂の寸前なんです。それが煙突だった。徳郎さんの作品もここで焼いたんですか。徳郎さんの作品はここで焼かないです。高い豚だったら、まあ一応上残って、はい、はい、これちょっと残って、この穴がいっぱい開いてんねんか。これ橋がついてる。これ穴のまま川から橋のすぐ先に上にはこういうの上じゃん。多分捨て間って橋から行こう。橋が橋の捨て間って煙突なんだって。そうそうそう。最初はこれ、これちなみに何メーターですか。はい、20メーターぐらいですか、長さは。それ20メーターぐらいあるでしょうね。いや、でも結構あるじゃん長さ。あ、長さは20メーターぐらい。